国鉄滝4000経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。1937年8月に農流産専用の35トン石炭車として新潟鉄工所にて重量が製作された。 その23年後よりゾービーが開始され1960年6月13日から1968年7月20日にかけて341両が東急車両製造、雑器車両、富士重工業、日本車両製造、新潟鉄工所、三菱重工業、日立製作所、飯野重工業の発車で製作された。この際の車番は、 戦前からの続番とならず小滝4050から開始された。専用種別は、濃硫酸及び発煙硫酸となった車も存在した。このうち小滝34086、小滝34087の2両はそれぞれ、滝1700系、五580型からの改造編入車である。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知し、小滝と表記する。 本形式の他に、濃硫酸または農竜酸及び発煙硫酸を専用種別とする下社は、タム400系、タキ300系、タキ5750系当日に21形式が存在した。落成時の所有者は、日本強化、三菱化成工業、比竜商会、東京産総、畑産業、日本工業、住友商事、三菱金属工業、 倉町工場、宝商店、島田商店、日本ガス化学工業、腰田商事、大木谷工業、東京山荘、小原加工、東方亜園、東北工科工業、三谷産業、大日本工業、日産化学工業、東方商事、飛龍商会、内商店、三井金属工業、日本製錬、伊藤中商事、東京化製品、小名浜製錬、相田商事、 基礎金属化学、三菱床の32社であった。ドーム付きな大のぶつ,つ型のタンク体は、普通構成で、二役方式は、タンク上部のマンホールまたは、液出入管からの上入れ、液出管と空気管使用による上出し方式である。1979年10月より化成品、分類番号、新84が表記された。車体色は黒色、寸法関係は、 全長は1万ミリメートルから1万400ミリメートル、全幅は2590ミリメートル、2400ミリメートル、全高は3525ミリメートル、3528ミリメートル、台車中心間距離は5900ミリメートルから6500ミリメートル、自用席は19.0立方メートル -19.6 立方メートル、自長は14.2トンから17.0トン。 換算量数は、赤車5.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C、TR41D、TR41E-13 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には274両の車席が JR 貨物に提唱され、2010年4月1日時点では2両が在籍する。 電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増換鉄道車両年間 P107、ありがとうございます。